俳優の坂井人が主演を務める TBS 日曜劇場、ビバンとビバン』日曜午後9時の第7話が27日に放送された。以下、ネタバレがあります。ご注意ください。前回第6話の終盤、の木、坂井人、とクロス、松坂通り、以外の自衛隊の影の情報部隊、 別班のメンバーが4人登場。経済産業省の改札会場に集結し、別班の知れ、桜井、木村緑子が現れ、今回の任務にあなた方6人に集まってもらったのは、他でもなく国家の危機を未然に防ぐためです、と呼びかけた。第7話で、公安は乃木の父親、タク林健人が謎のテロ組織、 テントのリーダーのノゴーンベキ、役所工事に変貌した経緯を探った。タクは警視庁公安部開示課に所属していたが、表向きは農業施設団として砂漠地帯の緑地化事業に従事。バルカ政府から感謝状を送られるほどの功績を挙げ、ノゴーンベキと呼ばれるようになった。ノゴーンは緑、 べきは魔術師という意味だったことも明らかになった。砂漠地帯を作物が取れる緑の楽園に変え、現地の英雄となったのだった。ネットでは、べきの名前の由来が判明し、そういう意味があったんだ。へえ、緑の魔術師か。どうしてテロを起こすのか、といった声が寄せられた。本作は、半沢直樹シリーズ。 下町ロケット、シリーズなどを手掛けた福沢勝夫氏が演出を担当し、原作も手掛けたオリジナルストーリーだ、林健と、流星良ら主演級の豪華キャスト陣が集まったことでも話題となっている。<music>